今回はですね、6988日東電工ですね、チャート解説をしたいと思います。4月4日ですね、出来高を大幅に増やしてね、6000タッチまで上昇してきてますね。でこの2月7日と3月21日の高値を結んだトレンドラインもね、抜けてきてますし、当然直近の高値もね、こう抜けてきてます。でチャートをですね、今度は月足の方にね、切り替えてますけれども、株価はですね、今年に入って1月に入って雲を抜けてからはですね、安値をじわじわじわと切り上げる動きで、三角持ち合いのような動きになってきてますね。で当然終値でこう6000円台をね、超えてくるとですね、また動きも軽くなるんではないかと思いますが、最初のターゲットとしてはこれ2007年の6月ですね、6740円という高値がありますので、こちら最初ターゲットになりますね。でこれ抜けてくるとですね、2006年の高値と2008年の安値ですね、この高値と安値の 61.8% 戻しは7269円になりますね。6740を超えてくるとですね、7269円がね、この高値と安値の 61.8% 戻りがね、ターゲットと。で今現在は6000のところでね、ちょっと一回止まってますけども、ちょうどこの高値安値の半値戻しですね、半で戻し6151円というのが、ね、ありますので、一回、ね、そこでちょっともたつくかもしれませんけどね、抜けてくると、ね、動きも軽くなるんではないかなと思いますね。でもう一回日足の方に、ね、戻りますけれども、せっかく出来高伴って、ね、こう上げてきてるわけですから、当然この25日線とか割ってくるとですね、もうこの上昇全部帳消しになってしまいますからね、25日線割れ、もしくはちょっとね、角度緩やかですけど、こういったトレンドラインですね。これも大体6000あたりね、来ますけれども、5500円ですね。5500円。25日線割ってね、5500円とかもこう割ってくるとね、チャートがちょっと崩れるようになってきますからね、勢いなくなりますんで、当然撤退とかね、考える人が出てくるかと思います。理想はこの4月4日ですね。4月4日のこの陽線の半値近辺ですね。この辺りでね、しっかり止まってくれるのがね、理想ということになります。では以上で日東電工の解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。